シャックです。マッツです。今日のテーマは今シーズンのマジックは強くなるぞ。聞いた。まずい。僕はですね、はい、レイカーズファンなんですけど、強くなる。ここ今シーズン次にマジック押していこうかなと思って。そんなに押せるチームになりましたかっていうぐらい、結構今シーズンブレイクしそうな気配があるわけ。ガードいっぱいいるのに。意外とね、いっぱいいるようでバランスがいいっていう。あ、並べてみたら。そうね、そうなん。ちょっとそこについてもね、そして今シーズンの展望について、オランダマジックについて話していこうと思いますんで、はい、今日も最後までお楽しみいただいて、僕ら応援するのコメでこういうのポチッとポチー押していただいて、まだの方忘れるチャンネル登録いただけると、僕ら続けるモチベーションになるなら嬉しいです。嬉しいです。それでは行きましょう。昨シーズンのまずマジックの話から簡単に話していくねんけど、おさらいね。昨シーズンは34勝48敗のイースト13位で終わりました。ベベより1個上か2個上か2個上か。ただですね、これ内訳見ていくと結構興味深いのが、うん、まずマジックシーズンの3分の1ぐらいはスタートから5勝20敗めちゃめちゃ負け越してるよ。つらいね。怪我人が戻ってきた後からはなんとその後のシーズン29勝28敗。もうぼちぼち頑張ってる。勝率 50% チームなんで、うん、これもしシーズン全体でやることができたらイースト9位ぐらいの順位になったわけよ。あ、じゃあプレーインは出れてたんやっていうことになるわけよね。っていうぐらい昨シーズンも負け越してはいいねんけど、未来が見えてきてんや途中から。そうやね。実はその怪我人が帰ってきた後は勝ち越してたりとか、あとは負けてる試合でも意外と僅差で負けてるっていうことも多かった。それなんか言ってたね。言ってたかもしれない。そしてね、勝ち越してきた大きな原因でいうと怪我人が帰ってきたっていうところもあるし、はい、ディフェンスがチーム全体として向上したっていうのも大きかった。締まりました。なんとこの29勝28敗してた時はディフェンスチブレーティングリーグの中で6番目。めっちゃ上やん。そうね、相手のシュートをコンテストして外させて、うん、そしてやっぱインサイドも強かったんで、ね、リバウンドもそうきっちり取れるということ。ただいかんせんオフェンス面の効率が結構悪くて、バンケロ頼むみたいな。ただバンケロもなかなかね、そのスリーポイントっていう部分で言うと入れーみたいな、2月以降ほとんど入ってなかったんじゃない。そうなんや。っていう印象があって、特に3で言うとチーム全体の確率がリーグの24番目っていうの、下の方ね、めちゃめちゃ低かったわけよ。ただその中でもバンケロのやっぱ実力がこれ本物やった。素晴らしかった。もちろんさっき3が入ってなかったっていうこともあんねんけど、1年目から1試合平均20ポイント乗せてるんだよ。レブロンみたいな感じやろ。レブロンもそうやし、うん、実際そのルーキーオブザイヤーが選手ではやっぱルカドンチッチ以来となる1試合平均20ポイントぐらい。もっとチヤホヤされてもいいのにな。チームが勝ち越せてないっていうのが結構でかいかもな。そこが。そう。こんなマジックの今回のオフの補強を見ていくと、まず主力選手の中でチームから出てった選手がボルボルになってます。今年こそ花咲かせてくれ。毎年言うてるかもしれんけど、頼む。今年こそやね、うん、で実は主力の中で出てったのボルボルぐらいで。そうなん。あとみんないんだよ。そうやね。あとはもう基本的に全部残り続けてます、うん、なので純粋にそこに対してプラスアルファで FA とかドラフトでの補強になって、単純計算強いね。そういうことやな、ね、うん、上積みされてるっていう。そしてドラフトではこの新しく2人を1巡目で獲得したわけやねんけど、すげえ髪型やね、何回見ても。そんなすごい髪型なのがアンソニー・ブラックやね。ブラック今回1巡目6位で入ってきて、はい、マーリーグ見てる感じ意外とインサイドでのいやフィニッシュ能力すごい高め、でけえからな。ただ体格がさちょっとひょろいなって感じやねんけど、うん、意外と体幹がしっかりしてるのか、詰まってんねん中。そう、最後決めきるっていう部分はすごいし、インナーマッスルや。ミッドレンジもある程度決めてる印象がありました。そして2人目のジェット・ハワードも11位でマジックは獲得。ジェットしてくれてたらジェットジェットジェット、そういうタイプじゃないな。どっちかいうと外からガンガン放っていくっていう、ね、透明のジェット。透明の、なるほどね、意味が分からへんけど。もともと NBA 選手で優勝も経験、ジュアン・ハワードの息子さん。あ、そうなんや。そうやね。なんならお父さんがミシガン大学のヘッドコーチで、で息子ジェット・ハワードもミシガン大学なんで、息子やからスタメンに仕上がってとか言われたかもしれへんな。それはあったかもしれんけどないよ。俺認めてもうたけど、実力はあると。実力で当然選ばれてます。このジェット・ハワードなんか1巡目20位ぐらいなんちゃうかなって言われて、結構上やった今聞いたら。だいぶ上がったね。だから彼もサマーリーグ見てる感じ、スリーポイントも超絶好調でした。いやない。そしてフリーエージェントではジョー・イングレスを獲得します。ルーキーの後に見たら味がすごい。味がすげえ出てるね。味しかない。渋いな。意外とマジックはイングレスに対してなかなかのいい契約を渡した。そうなん。そうやね。でその額がなんと2年22ミリよ。まあまあ物だね。バックスの時ミニマム契約。出世したんや、よかった。そうやね。ただ2年目がチームオプションだったりとか、しゃあないねそこは。そうやね。そして実はマジックで若い選手多いんで、ベテランとして、そうっていうのをやっぱ期待されての契約やと思います。バランス良さそうやで今んとこ。そんなマジックの今現在のロスターがこんな感じ。今ちょうど15人います。ぴったりなんや。そうやね。上から話していくとポイントガードが
マーケル・フルツ、コール・アンソニー、ジェイレン・サグス、アンソニー・ブラック。そしてシューティングガードがゲイリー・ハリスとジェット・ハワード。ジェット。スモールフォワードがフランツ・バグナー、ジョー・イングルス、ケレブ・ヒューソン。ヒューストン。パワーハードがパウロ・バンケロ、ジョナサン・アイザック、チュマ・オキキ。オキキ。センターがウェンドル・カーター・ジュニア、モリッツ・バグナー、ゴガ・ピタゼ。WCJ トイレみたいな。この略し方な。いい略し方がなかったんで長いしな一人だけアルファベット3文字でまとめるトイレか思ったわっていう感じで意外とガード多い多い言われてる割にはそこまで多くないのかそうやねそしてこのロスター見てやっぱ一番気になるポイントがガードとして今後誰が残っていくのかってことねいやー俺はフルーツピンチな気がしてんだけどいけるかい俺はですねちょっといろいろ話していきたいねんけどそもそもマジックってやっぱガードが多い印象があってずっと言われてるよその中で今回アンソニー・ブラックってまたガードだった何してんねんって言われてましたよっていう風にイメージはあるかもしれんけど、うん、僕個人的にはガード多いかもしれんけど全員ねみんな特徴が違うわけよ味変いけるそう、それぞれね味が違うわけよなるほどな例えばマーケル・フルツなんかは昨シーズン怪我から復帰していい感じ得点アシゾンにキャリア入るよし怪我すんなよ現時点としてはぶっちぎりのマジックの中ではスタメンナンバーワンガードだと思う怪我だけちらつくねそこはちょっと心配であるねそしてコール・アンソニーは得点自体は下がったかもしれんけど、はい、シュート効率は大きく改善した昨シーズンコスパ良くなりましたそしてジェイリアン・サックスこそまだオフェンス面はね開花はしてないディフェンスがいいのディフェンスはね多分ガードの中ではマジックのガードの中ではトップクラスのディフェンダーだと思うおうまなってるっていうぐらい実はこのサグス、コール・アンソニー、フルツこの3人とも特徴が違うわけよなるほどな万能のフルツって感じかっていうことがあるんで俺はやっぱナンバーワンフルツなのかなとは思ってるなるほどそして契約周りから見ていくと今シーズンで契約は切れる選手でいうとマーケル・フルツとコール・アンソニーこの2人この2人どっちが出てったりするのかねその可能性はやっぱあるよな、ね、アンソニー・ブラックも入ってきたということでこのポイントガードの中で誰か1人放出しないといけないのであれば残念ながらコール・アンソニーがそのターゲットになるのかなとは思ってそっちかと思ったらフルツもな毛が怖いねんなそこはもうないことを祈りたいし悩ましいねここ誰もわからんとこやねんけどコール・アンソニーっていうのはプレータイムやっぱ減ってるわけよね今ちょっとずつ取られてんねやそうで自分としてはおそらくもっとプレータイム絶対欲しいはずやし、うん、シュート効率も上げた昨シーズンなんでなのでマジックでいるよりも他チームに行ってさシックスマンとしてめちゃめちゃ活躍できる可能性もあるんで点取るで言うてそっちの方がいいんじゃないかなっていうのはもう僕個人としては思ってるところなのでコンボマジックとしてはガードはフルーツ、サグス、ブラックで行くんじゃないかなとは思ってるかっこいいね3人並んだらそうやねしかもサグスなんかはシューティングガード強でも全然いけるわけなるほどアンソニー・ブラックも身長があるんででかいなそういった2番起用3番起用ウイングっぽい起用も今後できるかもしれない仲間強いとこの辺りは今シーズンマジックの大きな注目点ですそしてもう一つの注目点で言うとジョナサン・アイザックのコンディショニングどうなんのこの人は大丈夫なっていうことは信じたいねんけど2020年とかの時はイーストの中ではトップクラスのヤニスキラーぐらいの期待されてた俺らが YouTube やり始めたぐらいの時やろ始めたぐらいかななのでやっぱ期待はされてたんだけど昨シーズン復帰したけどなかなかコンディションがまだ整ってなかった、ね、なので完全に戻ってくるのが今シーズンなんで頼むよ彼がどれぐらいやっぱディフェンスとしてまずは貢献できるかここめっちゃ重要チームのエースバンケロそしてナンバー2のフランツの周りに弟の方なそう若手がほんまに集まってきてるっていうのは間違いないいいやんか兄貴出てこへんだ兄貴兄貴もねこれ期待はしたいねんけどちょっとだから特に気になるのはガードとアイザックのところ兄貴素人 NBA 兄貴のところもうちょい喋るんであれば昨シーズンちょっとマジックのセンターが怪我で抜けてたところがあってそこ兄貴埋めたその時に兄貴のモリッツめちゃくちゃ良かったよしよしよし代表戦とかで輝くからねそれはなドイツでもうスターになってるわけやねんけどなのでこの2人がまずはエースとしてここの2人な、はい、兄貴じゃなくな兄貴じゃなく弟のフランツやねなのでどこまでこう彼らが進化するのかっていうのは見ていきたいねでバンケロにはもうお願いしたいことで言うと、うん、頼むからちょっと3の確率を上げてほしいねそんな低いねんな昨シーズンの 30% 以下なんで33は欲しいないけばええけど32%とかでもいいから30超えたらいい30超えたらいいよ2月以降ほとんど入ってなかったんちゃうかなと思うんでそんなにねさっきも言ったけどここだけ多分改善できれば、うん、もちろん他ね自分でこう突っ込んでてしまってみたいなルーキーらしいまあねルーキーですからっていうのあってんけど3があるともしかしたら2年目からオールスターを送るかもしれない行ってほしいレブロンみたいなねそうなったらそうやなそしてフランツ・ワグナーに関してはもうどうぞこのまま進んでいってください、うん、もうあとはやればやるだけいけるあとはやればやるだけそんなんなんやいや毎年成長してるんでうまいねイングルスを補強したって
のは多分やけどフランツ・ワグナーをもっと成長するためだと思う。師匠入れてきたんやっていうことで、っていうことだと俺は思ってて、ちょうどフランツは当然ボールハンドラーとしてもできるわけなんで、ジョイングルスのそういうポイントフォワード的な側面を学んでいけるか、あのぬるぬるっとした感じになってくんかな。そう、スピードはないけどめちゃくちゃ上手いわけよね。なのでもしフランツがそういったところまで今シーズン来ると、これはねこの2人やっぱ恐ろしいデュオになってくるわけ。いいね。そしてマジックでもう一つ気になる点で言うと、やはりそのシューターがなかなかいないっていうことが課題としては昨シーズンからあったんで、そこを誰が補ってくるか。昨シーズンの一番チームのシューターはこのゲイリー・ハリスだったんで。よかったですか。ゲイリー・ハリス昨シーズン 43.1% めちゃ入るやん。そう、もともとナゲッツにいて、そこからねオーランドに来たわけやねんけれども、そんなゲイリー・ハリスかて今シーズン契約の最終年なんで、もしかしたら彼と例えば他の誰か若手選手を含めてトレードとかはあるかもしれない。でシューター持ってくるの、持ってくる可能性ある、ね、なるほどな。実際にまだオーランドマジックはサラリーの柔軟性はめちゃめちゃあるチームなんで、若いもんねみんな。イーストの中ではもう特に若いチームなんで、正直もうこれから可能性しかない。また整い出したわ思ったらロケッツみたいにガン動いてくるかもしれんチームやな。そうやな、変な動き方はしてほしくないねんけど、あれちょっとショックもでかいからねやられると。もう見てたファンとしては間違いないね。そんなマジックが今シーズンね、まずはプレーに行けるかどうか、ここめっちゃ楽しみやね。実はマジックは前回プレーオフに出たのは2020年。いやすぐやん、3年ぐらい空いてるわけね。すぐ戻ってくるやん、すごいやん。そうね。でただちょっとこれ気が早いねんけど、プレーオフで2回戦以上進めたのって2010年からいけてないわけよ。あ、マジック？そうやね。辛いのね。ドワイト・ハワード全盛期の時以降進めてないので。あっこがピークなんや今のところ。あっこがピーク。なるほどね。なのでそれをこの2人でね、こっから覆していけるのかっていうのはオーラのファンにとってはめちゃくちゃ楽しみなんじゃないでしょうか。ポテンシャルを感じるよね。間違いない。めちゃくちゃ。以上、今日は今シーズンのオーラのマジックのいろんな感想について話してきました。あなたは今シーズンオーランドはどこまで勝ち越せると思いますでしょうか。ぜひ皆さんの熱い思いコメント欄で聞かせてください。コメントお待ちしてます。そして僕たちは明日以降も皆さん楽しんでいただける NBA 動画どんどん進化する、どんどん出しますよ。まだチャンネル登録されてない方、この動画を見てもすぐにチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。その他サブチャンネルではメインでは語ってないトピックも話しますんで、そっちもチャンネル登録して待っててください。あっちもほぼ毎日やってます。素人 NBA ではぜひスポンサー様を募集しております。助けて。一緒に何かやっていただけるような応援いただける方はぜひ気軽に連絡してください。こんな動画になります、見てください。僕の個人チャンネルもよろしくね。僕のボイシーも来てください。そして最後におもこめ、おもこめ、今日のおもこめは何。今日ですね、前回やりましたアンソニー・デイビスとレイカーズが延長契約したのかいから、眉毛天ぷら定食さん。おお、美味しそう。長期間健康な AD が想像できない。みんなできないよ。フルーツの方がまだできる気がするぐらいできない。フルーツの方が期待は持てます。こんな感じでね、毎回いろんな面白いコメント発表してますんで、今後もお待ちいていただけると嬉しいです。嬉しいです。ありがとうございました。また次回しましょう。フルフルフルーツ。バンケロ3 30杯以上頼む。フルフルフルーツ。